また真っ暗な通りか。これでは気分がめいってしまう。ライデン・メイは無事だろうか。まあ、少なくともくたばってはいないだろう。もし死んでいたら、ハイヘビの方も蜂の巣をつついたようになっているはずだからな。それはいいとして、とにかく今は自分の心配をした方が良さそうだ。もうすぐ落ち合う予定の場所に着く。もう来ているようだ。さて、来たのは一体どのハイヘビかな？お前が欲しがっていたのはこれだろ？優雅なカクテル？この中にある。必要な情報はこの中に入っている。今からお前の名はパピルスだ。そして私はお前の美しきアシスタント、ヒュパティア。明日はニベル工業のラボに向かうぞ。わかった。お前の情報源は本当に信用できるんだろうな。わかっていると思うが、もし情報が本当なら、私たちの今の状況は相当厄介だぞ。信用できるのか、だって？相手の歯を一本。また一本とへし折ってやらなければ、本当の話を聞き出せないと思っている奴が多いようだが、私のやり方は違う。
そいつが愛する者の歯を突きつけて聞き出す。それが私のやり方だよ。冗談だ。とある映画のセリフの受け売りに過ぎない。ちょうどここに来る前にその映画を見たから行ってみたのだが、びっくりさせてしまったかい？その言い回しはお前だな。久しぶりだな、キオラ。前回会ってからもう3年以上は経つだろうか。もうこの世にいないと思っていたぞ。前回もそう言われたな。しぶとくてすまない。その口調で謝るのはやめてくれ。基地のあいつとあまりにかけ離れていてどうにも我慢できない。そうか、私は大して違わないと思うのだが、それに見るといい。一番好きなアロハシャツも着ていないだろう。頼むから少し静かにしていてくれないか。とにかくまずは拠点に行こう。案内を頼む。こっちだ。この近くにある。来るのが君だと聞いてちょっとした飾りを準備しておいた。敵か？お前の言う飾りっていうものは本当にろくでもないな。まあそう気にするな。その辺をさまよっているただの気候だ。そもそもこの辺りは物騒なところだからな。背後に気をつけるんだな！背後に気をつけるんだな！気をつけるんだな。ふっ、ふっ、ふっ、やよ戻れ。背後に気をつけるんだな。やよ戻れ。ふっ、ふっ、やよ戻れ。背後に気をつけるんだな。ふっ、ふん、背後に気をつけるんだな。ふっ、よっ、背後に気をつけるんだな。せっ、せっ。ここだ。3年ぶりにタッグを組むことになったが、何か感想は？ああ、あるぞ。早く終わらせたい。終わらせて休暇でも取るつもりかい？こうして話していると、君がヨルムンガンドを去った当時を、かつて私たちが互いに支え合っていた頃を思い出すよ。支えじゃなく、監視だろ？そんな風に言うものじゃない。昔馴染みの仲だと思っているのは、私だけではないだろう。もしそうなら私の昔馴染みはかなりの数に達することになるぞ。おしゃべりはこれくらいにして本題に入ろう。天命やネゲントロピーも動いていると聞いたが。ああ、だが奴らはヨルムンガンドよりも慎重に動いている。だから
から不利になるということはない。私たちの任務にも影響しないだろう。彼らのことはひとまず考えなくてもいい。今はとにかく任務に集中すべきだ。明日は気をつけて細心の注意を払おう。失敗は許されないからな。そんな重要な任務だというのに私たち二人だけでやるのか？そう、二人だけだ。最初から最後まで人は増やせない。万が一見つかってしまったらこれまでの準備が全て無駄になってしまう。それに私たちもおそらく無事では済まないだろう。だが逆に言えば君はあの灰蛇から相当変われているということだ。今回は君が選ばれたのだから。私以外いないだなんて言っていたが、真意はどうだか。ひょっとしたら犠牲もやむなしと考えて、一番どうでもいい駒を選んだのかもしれないな。駒か。確かに、私たちは皆単なる駒なのかもしれない。もういい。扉を開けてくれ。疲れた。お前が準備してくれた寝室が快適だといいんだが。あなたがここに来る前に、私たちはもうこのことを知っていたのよ。それでさっきのごたごたがあったの。まるでヘリの時のようにケビンのデータが一晩のうちに消えてしまって、消えた。随分と遠回しな言い方だ。コスマ、あなたが心配していることは私にもわかる。それに、千号の怒りも理解できるわ。だけど、事実は事実よ。真相は今も闇の中。今、私たちがしなければならないのは、もっと現実的に考えることでしょ。そんなに先立つ必要はないわ。仮に裏切り者が本当にいたとしても、ここには英傑たちに加えメイさんもいるんだもの。今すぐ行動を起こすとは思えない。もうそろそろ、フェリス、あなたも出てきたら？あ、ごめん、エデンの姉ちゃん。千号の兄ちゃんがあんなに怒ってる姿を見て、怖くなっちゃったの。それで隠れてたんだ。エデンの姉ちゃんたちが言ってたことは全部聞いてたよ。私も、エデンの姉ちゃんの言う通りだと思う。
今はうちは揉めなんかしてる場合じゃないよ。私たち十三英傑でしょ。みんなで一致団結して、いや、そこまで協力してないかもしれないけど、でも少なくとも生死を共にする仲間じゃない。こんな風に対立するのはやめよう。それにひょっとしたら何かの冗談かもしれないじゃない。もしかして何かの実験か、マジックか何かかもしれないし。あ、ごめん。私一人で話しすぎて。あんたが謝る必要はない。でも私、裏切り者がいるだなんて、どうしても信じられない。ケビンの旦那の件も、きっと私たちが知らない事情とか、もしかしたら、その、言いにくい。秘密。コズッチ。記憶体はそれぞれが秘密を持っているものだ。それは周知の事実だろう。自分についての秘密や、他人についての秘密。それに、律者についての秘密。コスマ。俺はただ事実を述べただけだ。そうね。私たちは、今、お互いを信用できなくなってしまっている。もしかしたら、陰謀の画策者は、こういう状況を狙っているのかもしれないわ。ここでいくら言い争っても、エリとケビンは消え、サクラも行方不明のまま。その事実は変わらない。そこで、これからなんだけど、こうしてはどうかしら。一緒にいてさらに亀裂を深めるより、ここで一度解散して、それぞれ自分にとって一番大切なものを守りに行き、スーからの連絡を待ちましょう。メイさんも知ってるでしょ？私たちは、それぞれ大切にしているものが違うの。そういった違いを受け入れることも、また一つの方法よ。それに、記憶体の中で、一番特別なエリと、最強のケビンですら、無事でいられなかったわけだし。そうしたら、私、エデンの姉ちゃんについて行っていい？私、少しでもみんなの力になりたいんだ。ありがとう、フェリス。だけど、十三英傑の第一位と第二位が消えている。もし敵が順位に従って、次のターゲットを決めていたら、危険よ。それに、私は、今から指針の書に行って、アポニアさんの無事を確認したいと思っているの。アポニアお母さんが危ないの？まだわからないわ。だからこそ確認しに行くの。私がいない間は、おとなしくコスマと一緒にいてちょうだい。あちこちで歩かないように気をつけて。わかった？うん、わかった。指針の書に行くんだ。確かに、
私がエデンの姉ちゃんについて行ったら、足手まといになっちゃうね。そんな風に落ち込まないで、フェリス。あなたには一つお願いしたいことがあるの。楽園にある小道や近道については、あなたが一番詳しいでしょ。最近、そういう小道が何者かによって使われた痕跡がないか、注意して見てもらいたいの。うん、みんなには知られずに、密かに楽園内で行動するには、小道を使うしかないけど。え、あ、ということは私、小道でばったり敵に遭遇するかもしれないってこと？少し気にしておいてくれるだけでいいのよ。あなたが無事でいることの方が大事だもの。うん、わかった。頑張ってみるよ。逃げ足の速さには自信があるし。ありがとう、フェリス。あと、コズマ。わかってる。グレーシュのことは俺が守る。お願いね。それじゃ、また落ち合いましょう。メイさん、こちらに。あなたには別にお願いしたいことがあるの。英傑たちのほとんどはすでに今の状況を把握しているけど、アポニアさんとビルビーとメビウス博士はこの場にはいない。どうやらエリがいなくなったことによって生じた変化は、万物を閉じ込めるホタルとなり、私たち以外にも及んでいるようで。灯火として暗い道を照らせ。メビウス博士に関しては、スーが戦後を落ち着かせた後に連絡してくれるはず。アポニアさんには私が伝えに行くわ。そこで、メイさんには、今起きている状況を、ビルビーに伝えに行ってもらいたいの。ええ。その可能性があったとしても。エリンが消えてから、彼女の記憶をもとにして作られた、このとこしえの楽園自体にも、影響が生じている。この変化を見るだけで、はっきりとわかるわ。エリは、もういない。メイさん、あなたが謝る必要はないわ。私はケビンの決断を信じてる。彼はとても優秀なリーダーだもの。本人はいつも謙遜して否定していたけれど。でも、今はこれまでとは状況が違う。エリのような求心力を持つ者も、ケビンのような力を持つ者もいないわ。数人で今の状況を制御することは不可能よ。だから、私は違う方法で進むしかない。そう？確かに、
普段の私の印象とはかけ離れてるかもしれないわね。そう、メイさん、私にもいつもと違う時があるの。とても美しい花だと思わない？まるで彼女のようでしょう。私はこれを片時も離さず持っているの。これを見ると彼女の様子、笑顔、すべての人への愛を思い出せる。再び彼女に別れを告げなければならないという悲しみに打ちひしがれてしまいそうな今、この光が私に進むべき方向を示してくれている。この光が私にスポットライトの下に立ち、みんなをつなぎ止めなさいというのよ。彼女がそうしてきたようにね。でなければ彼女が残してくれたすべてが消えてなくなってしまうから。ごめんなさい、困惑させてしまったようね。これも私らしくない自分になることへの弁解とでも受け取って。いいえ、この水晶の花は英傑の中でも数人だけの秘密。ごめんなさい、その人たちの許可なしで全てを明かすことはできないの。これはお守りというより印のようなもので、鍵でもある。きらめくように輝くこの水晶の花の中には人々の知らない過去が封じ込められているのよ。メイさん、あなたは本当に賢い人ね。エリがなぜあんなにあなたのことを気に入っていたのかわかる気がするわ。エリもそうしたいと望んでいたはずよ。これで私がすべきことがまた一つ増えたわね。ケビンはもう消えてしまったけど、その前に彼は自らが持つ水晶の花を信頼できるスーに託していたの。その秘密をどうするかも含めてね。たとえ花に秘められた内容がわからなくても、それを手にするのは本来の所有者が最も信用する人のはずなの。だから所有者の代わりに決断することができる。スー
の話によると、ケビンのデータに異常が発生したのは深夜だそうよ。その時にケビンが誰と一緒にいたかまでは追跡することができない。だけどケビンはその人に会う前に青の水晶の花をスーに渡していたの。つまり自分に危険が迫っていることを多かれ少なかれ悟っていた。選択肢がなかったのか、彼自身が行く必要があったのか、誰にも会っていないのか、真実はわからない。だけどケビンはきっとそれなりの準備をしていたはず。アポニアさんが彼女の鍵をグレイシュに託していたの？これで確認しなければならないことがまた一つ増えたわね。グレイシュはその件について何も知らないのよね。それにコズマも。それならグレイシュとコズマについては今のままにしておきましょう。詳細を知ってしまったら敵の次のターゲットになりかねないわ。そうかもしれないわね。そうした方がいいと思ってるからで、結果的にその通りの時もある。でも場合によっては災いを招くことになってしまう。ケビンがそうするように言ったのかもしれないけれど、メイさんがみんなにエリンが消えてしまったのを黙っていたのもそういうことよね。それは善意で人を騙しているだけなのかもしれないけれど、欺瞞の一種であることは変わらない。でもエリだったらきっとこう言うでしょうね。みんなそれぞれ違う秘密や信念を持ってる。それでもみんなは私にとって一番大切な仲間よ。いいえ、そう言いたいわけじゃないの。メイさんには周りの雰囲気に左右されないで自身で判断してもらいたいのよ。もし私がその裏切り者だったら、メイさんはどうするの？あなたにいろいろと話した私がその全てを隠そうとしている張本人だったら？もし私が新世代という名の美酒に魅了され、なりふり構わずここを離れようとしていたら、メイさんは私が言った通りに行動する？それがあなたの問いに対する私の答えでもあるわ、メイさん。真相は今もはっきりしないというのに、虚偽の言葉は数えきれないほど存在する。だから注意して。あなたに必要なのは
真偽を見分ける術よ。ありがとう。よく聞くような新鮮味のないことを言っただけよ。とにかくだけどね、メイさん、私は自分がこうしてリーダーになる日なんて永遠に訪れないでほしいとずっと強く願っていたのよ。やはり何事も思い通りにはいかないものよね。万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。チェン！はい、審判の時は来た。もう大丈夫ですよ。いらっしゃい、かわいいお客さん。今日お見せするのは今世紀で最も雄大な現実の景色を使ったマジックだよ。偉大なる100年に一人の天才。ショーの最中に舞台裏に侵入するだけじゃなく、魔術師を脅すだなんて。まったく、このお客さんってば。なんで？ケビンが死んじゃったから？やだな、そんな風に見ないでよ。あの大量の紙切れがいろんなところに降ってきたんだから、知らずにいろっていう方が無茶でしょ？とこしえの楽園の件に続いて、私ってば、またまた新聞の一面トップ記事をケビンに奪われちゃったよ。ちょっとしくじっちゃったな。私は達観したところがあるからね。かわいいお客さん、私の素晴らしすぎるショーを見て、とっても単純な事実を忘れてしまったんじゃない？記憶体っていうのはそもそも、すでにこの世に存在しない人間だ。私たちにとって、死という言葉は別に遠い存在ってわけじゃない。今君はこう言おうとしているよね。必ずしも全ての人がすでに死んでいるわけじゃないって。違う？だけどそれは君の言い分でしかない。英傑たちはみんな記憶体を残した際に
必死の思いで覚悟を決めていたんだよ。私たちは十三英傑が自分のために書いていた母姫なんだ。だから外の私たちはそんなに重要じゃない。いにしえの楽園より、ここは聖火の墓とでも呼んだ方がいいくらいだよ。記憶体の消失は遅かれ早かれ起きることなんだから。ケビンがどうして消えてしまったのかって話をしたいんだね。慌てないで。私はただすでに知っているのに驚いた様子をわざわざ見せたくなかっただけさ。今回の件の真相について私は多分君以上に興味を持っているよ。記憶体が単なるデータに過ぎないとは言っても、第二の人生の可能性が得られる。それに現実では実現できなかった心残りを解決できる場合もある。そう考えるとなんだかとっても面白いと思わない？エリシアも言ってたよ。当初はエリシアが外のサクラからのお願いを私たちに伝えたんだ。外のサクラは例の件を記憶体の自分に知らせたくないと考えた。だからメビウスとエリシアに協力を依頼したんだ。知らない方がいい真実もある。その方が厳しい決断に迫られることもなく、火を追う蛾を信じ続け、英傑として仲間と一緒に居続けることができるから。え？最後にってどういうこと？なんだかちょっと怖くなってきちゃった。君の言う通りさ、確かにさくらは私のところに修理が終わった錠剤七雷を取りに来た。その時に本当に怖い表情をしていてね、久々に刀を抜いたりもしてたんだ。その時は誰かがさくらに言っちゃいけないことでも言ったのかなと思ってた。そう、さくらのもう一本の武器で堕落した者や裏切り者の粛清に使うものなんだ。その刀を抜くということは、さくらが行動を起こすことを意味する。一体さくらがどういう任務を進めようとしていたのかまではわからないけどね。そんな風に言わないで。そんな状況で私にできることがあると思うの？さくらの前に立ちはだかって真っ二つにされればよかったってわけ？
決に対して言い聞かせようと考えること自体が傲慢だよ。みんなそれぞれが秘密を持ってる。深く突っ込んでも身が危うくなるだけだ。でもメイさん、なんで突然サクラのことをそんなに心配するようになったの？もしかしてケビンを殺したのがサクラだと疑ってる？念のため言っておくけど、サクラが犯人って考えは念頭から外しておいた方がいいよ。誰にも気づかれずに一人でケビンを倒すなんてどう考えても不可能だ。その点に関しては私が一番わかってる。なんといっても私が行ったテストの数は千号が焦がしちゃった服の数より何十倍も多いんだからね。このビルビーが開発した対ケビン武装の数は4桁を超えるんだけど、うまくいったものは一つもなかったんだ。現実においても楽園においてもね。誰にもできなかったから私は毎日ずっとケビンを倒す方法を考えてた。あれ？自分が言ったことを振り返ってみると、もしかして一番疑わしい人って私？まさか可愛いお客さん、私のことを疑ってたりする？私の対ケビン武装がついに成功したって思ってる？どうやら私が開発した対ケビン武装の代表作を披露する必要がありそうだね。失敗作を人に見せるのは嫌だけど、自らの潔白を証明するためだから。そうだね。かわいいお客さん、まずはどれから見てみる？があるね。試してみなきゃわからないでしょ。ひょっとしたらケビンの弱点のツボにはまるかもしれないし。Come on!
そうそう、これも私が作った傑作の一つだよ。それも作戦のうちだよ。油断したところで一撃で仕留める。これはもっと改良する必要がありそうだね。どうどう？天才ならではの創造性に感服しちゃった？私の発明品にどんどん興味が湧いてきたんじゃない？ケチケチしないで、もっと褒めてくれればいいのに。私は歴史上で最も偉大な魔術師なんだから、もっと公正に評価されるべきだよ。違う？はっ！はっ！せっ！じゃ！完璧だったよ。君なら絶対できると思ってた。これはもう使えないんだ。タイプ666、正式名は楽園データ無差別不可逆ハッピークリーンツールだよ。イニシエの楽園全体を削除することのできるコマンドなんだ。そうすれば記憶体のケビンを消去することができるでしょ。でも残念なことに私まで一緒に削除されちゃうから、この発明は廃棄したんだ。それにこのツールの起動条件ももう存在していないから、つまり使用できないってことだよ。これでケビンを倒すことの難しさを分かってもらえたよね。だからもう私や仲間を疑わないでもらえるかな。私もそうだけど、英傑は誤解されやすい人が多いんだ。13英傑といってもみんな普通の人だからね。人に知られていない一面や、ここを離れる動機がそれぞれにある。容易に想像がつく話だよ。ねえメイさん、サクラ以外にもメビウスや戦後アポニアとかも、言うまでもなく君の容疑者リストに名を連ねてる。でも他の人も、例えばエリシアに対しても、メイさんの心の中で疑いと信用の天秤が行ったり来たりしてるんじゃない？ケビンはいつも堅苦しい顔をしてて、思っていることを言わない。心の中でいつも人類のために戦うことばかり考えてるから、いつ出て行ってもおかしくない。
エデンは自分のことを旧時代の人間だなんて言ってるけど、今の文明にも興味を持ってる。芸術家だから新たなインスピレーションが欲しいんじゃないかな。スーは旋回一条を使ってからなぜかケビンとメビウスを注意深く見るようになったんだ。まあ各社である彼の心の中を察することができる人はいないけど。コズマはきっと箱舟計画の結末を見に行きたいと考えていると思うよ。グレイシュも明らかに他の人に何かを隠してる。フアは本当に正直な人だよね。だけどここにいるフアが元々のフアだって誰が証明できるのかな。そしてそれはパルドにも言えることだね。こうやって見ると私たちの中に犯人がいる可能性って明らかにないよね。人々にはそれぞれ信じてることがある。それって信じる意志があるから、それとも信じられる事柄があったから。君はどっちだと思う？私は自分の仲間を信じたい。それが私の意志であり、すべての起点なんだ。でも今、それとは真逆の事柄が目の前にある。そんな状況で、私はどうするべきなのか。君はどう思う？私の出した答えはね、それでも仲間を信じ続けるということ。でもそのためにはまずみんなを疑ってみて潔白を確認して真相を突き止めないといけない。それが私の言いたいことだよ、メイさん。あれ、ごめんね、言ってなかったかな。私はね、舞台の上では黄昏起源の魔術王なんだけど、片手間で探偵をしていてね、結構有名なんだ。私は天才だからね。謎解きはショーの前にって小説の名前を聞いたことある？それに通じる部分があると思うんだ。実は君が来る前から私も独自に調査しようとしていてね。今回の事件は君も真相に興味があるみたいだし、一緒に調べるっていうのはどう？そうすれば私のアリバイを君に立証してもらうこともできるしね。探偵に一番大事なことは自らの潔白の証明だから。そうそう、そうして欲しかったんだ。それでこそ公正かつ客観的に証言してもらえるからね。そうしたら正式に調査を始める前にちょっと準備させてくれる？そういえば君、この遊園地に来たことなかったよね。まずは付近を見て回ったらどう？ほら、あそこにガイドにうってつけの子がいるよ。
ータ室をあんな風にしちゃうだなんて、一体誰の仕業かしら。仕方ないから、気晴らしのために遊園地に来たのよ。あら、どうしちゃったの？そんな暗い顔をして、あなたらしくないじゃない。ちょっと元気を出して。そんなんじゃ私とっても心配だわ。でもおかしいわね。あの大人びた私とは一緒じゃないの？あなたのことを置いてけぼりにするだなんてひどいわ。知らないって何を？消えたですって？あー、それって隠れちゃったってことよね。そうでしょ？かくれんぼは私も大好きよ。まったくひどいわね。私もかくれんぼしたいと思ってたのに。ねえ、一緒に彼女のことを探してあげる。いいでしょ？だけじゃなくて知識もあるのね。大正解。これは太陽系の動きを模したプラネタリウムなの。見てるとまるで宇宙にいるみたいで、とっても綺麗でしょ。遊園地に欠かせないアトラクションといえば海賊船ね。でも一番高いところに着くときには下を見るのが怖くて、いつも必ず目を閉じちゃうの。そんなんじゃないわ。これはね、この遊園地で一番の人気を誇るアトラクション、観覧車よ。乗ると遊園地全体の美しい風景が見られるの。それにとってもロマンチックな伝説があってね。聞きたい？といえば回転ブランコよね。私は自分で空を飛べるけど、回転ブランコに乗るといつもドキドキしちゃうの。
には刺激も必要でしょ。かわいい妖精の大冒険よ。今度そういう危ないことをするときはその前に一言教えてくれない？心臓に悪いよ。見て見て、ジェットコースターよ。遊園地の周りを一周するの。遊園地の景色を360度見渡せるのよ。私の一番のおすすめなんだから。ふふん、乗りたくなった？大人の私を見つけたら一緒に乗りましょう。ここも大人の私の記憶によって作られた場所だから、私にとってはお家の庭のようなものだわ。自慢するわけじゃないけど、ここは世界で最も幸福なところよ。それにしてもおかしいわね。どこを探しても大人の私がいないわ。隠れるのが本当にうまいわね。わかったわ。これはきっと見つけてみなさいっていう挑戦状ね。うん、こうなったら私があなたの代わりに彼女を探し出すわ。妖精の力を見くびらないで。愛しい人の子、それじゃあまたね。おかえり。どうだった？すごかったでしょ？私もこの遊園地に自分専用のステージを作りたいくらいだよ。君が遊園地を見に行っている間、私も荷物をまとめておいたよ。これからは頼りになるメイさんについていくね。一緒に霧を払い、真相を突き止めよう。まずはいつもと違っているおかしな点について調べようか。見て、見たことのないお客さんたちがいるね。というか逆かな。彼らが主で私たちがお客？万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。ここはエリシアの記憶が生み出した空間だからね。出現する敵も彼女の影響を受けているのかもしれないね。色もピンクだし。色が合わせたような敵？
私はそんな怪物に遭遇したことはないよ。説明だけだとちょっと想像しづらいね。私だったら直接グレイシュ本人に聞きに行くけど、どうかな？まだ書くものが決まらないのか？うん。今日の色はどれも好きになれないの。それなら他のところに行ってみるのはどうだ？私、もうやめておく。コズマ、今日はもう書きたくないの。こんな風に、特に目的もなく過ごしていても拉致が開かない。それに調べるために行動しないと、俺も気分が落ち着かないままだ。それで心を乱してしまっては、グレイシュに影響を与えてしまう。わかった。なら俺たちも調べてみよう。危ないことがあったら、すぐに俺の影に隠れてくれ。うん。わかった。まずは付近を探索してみよう。ここにおかしな色があるよ。おかしなところは何もなさそうだが、F で私に服従しなさい。あれだよ。これは？おかしな色がどんどん増えてくる。グレイ、俺の後ろに。大丈夫か、グレイシュ？うん、大丈夫だよ。雷の律者。私たち？もちろん、私もいるよ。これってどういうこと？どうしてみんな、そういう危険な武器を私の首に突きつけるわけ？ビルビーか。ライデン・メイと共に来たということは、彼女もすでに今の状況を知っている。次は普通に姿を現せ。今はマジックショーなんかに付き合ってる場合じゃないんだ。いや、彼女は今日は何も書いていない。ずっとそばにいた俺が証明できる。
違うよ、メイヨ姉ちゃん。確かに、あの怪物たちから色の匂いがしたけど、すごくおかしいの。あれは、私が描いたものじゃない。メイヨ姉ちゃんは、おかしな色を探しているの。それなら、あっちの方からも感じるよ。うん。少しだけだけど。おや、助手が二人も加わったんだね。以前、コズマと一緒にマジックをしていた頃を思い出しちゃったよ。人体を真っ二つにしたり、人の入った木の樽に剣を突き刺したり、人の入った箱を水に沈めて脱出したり、様々な演出があってね。ああ、仕掛けなんてものはなかったよ。空前絶後のショーにするために、私は何の仕掛けもない道具を使ったんだ。あの口下手な助手が箱に入った後の悲鳴は今でも忘れられないよ。とにかく行こう。ここだよ。怪物たちには私の絵の具がついてる。だけどもう一種類の方には絵の具がついてなくて、ただなんだかよく知ってる感じがする。カズマ、私たちメイヨ姉ちゃんの役に立てたかな。ああ、そうかもな。アポニアお母さんは、大丈夫だと思う？エデンがいれば問題ないはずだ。なら、私たちも行ってみる？いや、エデンが言っていたように、俺たちはとにかく危険を避ける必要がある。カズマの嘘つき。グレージュ？コズマは、危険を避けたいだなんて、全然思ってない。コズマは何もしないまま、ここで待っていたくないんだよね。さっきからずっと、他のことを考えてたし。
メイお姉ちゃんとビルビお姉ちゃんが出発した時、コズマはずっと二人のことを見てた。本当は二人についていきたかったんだよね。あの時もそうだった。コズマはみんなと一緒に戦いたかったのに、船に乗せられてしまって。グレージュ。コズマは空を飛ぶ船が好き。お星様のことも。だって、それはコズマの夢だもの。それなのに、コズマは全然嬉しそうじゃなかった。だからあの時私は、ビルビお姉ちゃんに言って、コズマの代わりに船に乗りたいってお願いしたの。やっぱり、そうだったのか。ビルビーに何度も聞いたが、そういう気分だったとしか言わなかったんだ。ビルビお姉ちゃんに、秘密にしておいてねって言ったの。コズマが。辛い思いをしないようにって。でもその後、コズマは望んでいたことを叶えられた？結局何もできず、ヒーローにもなれず、ただ無駄に命を捨てただけなのかもしれない。自分の結末を聞いたことがない。誰かに聞く勇気が出ないんだ。それに自分が向き合いたくない答えを聞くことになってしまうのが怖い。ならどうしてヒーローになりたいの？ヒーローがとってもすごいから。ああ、それも理由の一つだ。ヒーローは、みんなを助けて、人々を勝利へと導ける存在だから。じゃあ、ヒーローは必ず戦わなくちゃいけないの？いや、違うんだ、グレージュ。戦いという言葉には、いろんな形があるんだ。じゃあ、ヒーローって、必ず死んじゃうものなの？じゃあ私、コズマにヒーローになってほしくない。お父さんとお母さんはもういない。大人たちは二人のことをヒーローだって言うの。ディストピアお姉ちゃんはもういない。でもコズマたちは、お姉ちゃんのこともヒーローだって言ってる。コズマもみんなのヒーローになったら私の前からいなくなっちゃうの。グレージュ。みんながヒーローになったら私
どうすればいいの？今回も。コスマはヒーローになりたいの。グレージュ。ヒーローは、望んでなれるものじゃない。その時が来ればグレージュにもわかる。どんな代償を支払っても、やり遂げなければならないことがあるんだ。それはある人のためかもしれないし、別の何かのためかもしれない。今回は、5万年前に果たせなかったことを、俺は。今回も俺は、ヒーローになりたいと考えてるんだ、グレージュ。でもそれは、決して死にに行くためじゃない。生きて、希望の光を灯すためだ。俺たちが闇夜に足を踏み入れたのも、そういう極光のためなんだ。コズマ、知ってる？私に隠れて、一人で何かをしに行こうとするとき、必ずコズマは、そういう顔をするの。でもそんなの嫌。いつもみんなに守ってもらって、一人だけ置いていかれるだなんて嫌だよ。私もみんなと一緒に、自分自身の色を持ちたいの。だから、教えて。コズマは、これからどうするつもりなの？そうだね。とにかく、あいつに名前でもつけようか。毒キノコっていうのはどう？なんだかとってもイメージが湧くでしょ？そんなに慌てなくても大丈夫さ。群れを外れた毒キノコをとっ捕まえれば、きっと全ての謎が解けるはずだよ。そんな風に熱烈な眼差しを私に向けないで。あんまり情熱的に見つめられると、魔術師も困っちゃうよ。メイさん、私のマジックに大いに期待してくれているんだね。とても光栄だよ。でも残念なことに、それは難しい相談だ。今の私にできることといえば、ステージを作ることだけ。出演者の登場タイミングなんてコントロールできないよ。おや、
自分から来てくれたようだ。出演者っていうものはいつか必ず舞台に上がるものだからね。万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。他の場所に行ってみようよ。出演者にしてはちょっと落ち着きがなさすぎだよ。本当にひどいドタバタ劇だ。今回はここまでにするしかないね。おかしいって何が？つまり何者かが裏で指示を出してる可能性があるってこと？とても説得力のある推測だね。でもこのままでは誰が疑わしいのか突き止められないよ。ひょっとしてメイさん、まだグレイシュのことを疑ってるの？さんの推測から考えれば、黒幕が誰かはもう簡単に見当がつきそうな気がするんだけど。5万年もの間沈黙を守ってきた時間が最近になって再び動き始めた。眠っていた物語が掘り起こされ、争いが再び起こり、そこに英傑たちが多かれ少なかれ関わっている。今の状況はそうでしょ？この一連の変化はある特別な後継者の到来によって起きた。そう、一人の律者によって。彼女が天気をもたらしたんだよ。彼女が英傑たちの注目を集め、楽園に変革をもたらしたんだ。なんていうのはどう？説得力あった？まさか、私はメイさんに 100% の信頼を寄せてるよ。ただ、君の推理が指し示す可能性をあくまで善意で述べただけ。私？私はもちろん仲間たちのこと心から信じてるよ。とっても長い付き合いだし、彼らがどんな人か一番わかってるからね。言ったでしょ？私が調査を進めているのは、みんなの潔白を証明するためだって。私はどの英傑も疑ったりしない。それが私の答えだよ。
残念ながらそれは不可能だ。楽園の一部はもう一人の私によって作られてる。あの真面目を絵で描いたような性格はどうかと思うけど、でも私は自分の才能には自信を持ってるんだ。私が作ったバリアはあらゆるものの侵入を許さない。鍵を開けたり隙間をすり抜けることができるようなものなんかじゃない。絶対的なルールなんだ。この楽園に入れるのは聖魂計画の実行者、つまり外にいるケビンによって資格を与えられた後継者だけ。それ以外のものが侵入するだなんて不可能だ。今楽園にいる外からの来訪者はメイさんだけだよ。この分野の専門家である私の名誉にかけて保証する。それは君に判断してもらうしかないね。自分が見たことを伝えるくらいしか私にはできないから。推測はあくまで推測に過ぎない。一人一人の疑いを晴らすには確固たる証拠を集めないと。あれ、今回は私の考えに反論しないんだね。じゃあ次は誰のことを調べてみる？疑いを晴らすことが目的なら、まずは一番可能性の低い人から調べ始めた方が良さそうだよね。どうかしたの？重要な手がかり？ああ、裏で糸を引いてる何者かの手がかりのことだね。また戻って行っちゃったよ。こうなったらついていくしか。
ちゃん、冷静に、冷静になって。この刀なんとかしてよ。やっぱりメイの姉ちゃんの目はごまかせないね。さっき言ってた手がかりっていうのも、私をおびき出すための罠だったんでしょ？メイの姉ちゃんたちについていこうと思ったの。エデンの姉ちゃんに言われた通り、すべての小道を調べたんだけど、何も見つからなくて、落ち込んでたんだ。ちょうどその時、メイの姉ちゃんとビルビーの姉ちゃんが真相を突き止めるために一緒に調べてるって聞いて、私も行きたいと思って来たんだよ。それは、断られちゃうんじゃないかと思って。ほら、メイの姉ちゃんもよく知ってると思うけど、私ってほんと弱いし。自分のことをよく理解してるところも私の長所でしょ？戦いでは力になれなくても、きっと何かの役に立てるはず。真剣に考えてみたんだけど、みんなを疑いの目で見るなんてやっぱり嫌だよ。何もしないでただ待ってるのも性に合わないし。何もしなかったことを後になって後悔するよりも、やってから後悔した方がいいからね。それで決めたんだ。すべてを明らかにしなきゃって。ところで今から私たち、どこに行くの？エリの姉ちゃんにそっくりの妖精に会いに行くんだよね。もちろんそうだよ。今の状況でお店の仕入れのことなんか考えていられないし。いや、考えるくらいはたまにはあるかな。とにかく私、何もしてないよ。待って、メイの姉ちゃん、私のことを疑ってないよね？メイの姉ちゃん、冗談か何かでしょ？私が普段より10倍肝が据わってたとしても、ケビンの旦那に手を出したりなんかできないよ。もしそんな力があったら、私ならまず黄金の庭を手に入れて、それからみんなに荷物運びをさせるよ。あと店番をさせるっていうのもいいよね。私も保証するよ。パルドがやらかしそうなことは、だいたいそんな感じだろうってね。さすがだよ、ビルビーの姉ちゃん。わかってるね。今や楽園はめちゃくちゃ混乱してて、商売も上がったりだもん。そんな状況にして、私に何の得があるの？そうでしょ、そうでしょ。本当に私じゃないし、潔白なんだから。というわけで、私も加わっていいかな？
ねえねえ、メイの姉ちゃん、ビルビーの姉ちゃん、一緒に連れてってよ。メイさんは本当に冷静で慎重だね。うん、私、君のそういうところが好きだよ。探偵役に最適だ。じゃあ決まりだね。これで私も探偵の一員だ。よしよし、ショーの幕が切って落とされたっていうのに新たなお客さんを断る人なんていないからね。なんかこのシーン、どこかで見たことがあるような気がする。でも残念だけど今の状況じゃ、宝さ、どこに行ったのかな？万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。やけどに決戦の時が来た。火炎罰剣。やっ、もう大丈夫ですね。何も見つからなかったね。一体どこへ行ったの？まだ続けるの？こういう繰り返しの作業なんて、私の美的センスに合わないんだけど。ひょっとしたら自分から出てくるかもしれないし、その前に、まずは方向性を変えてみない？ふーん。どうやら、秘密兵器の出番のようだね。じゃっじゃーん！うわ、綺麗な帽子だね。ビルビーの姉ちゃんってば、どこからそういう変な道具を出してくるの？悪くないリアクションだね。そんな風に特別扱いをしてくれるところ、結構好きだよ。そして、もう一人のお客さん、君はどうかな？物事の表面ばかりを見るのは良くないよ。
かわいいお客さん。これはただの帽子じゃないんだ。特製マジックアイテム、意識収集装置。簡単に説明すると、他人の意識に潜り記憶を覗くことができる帽子なの。これを使えばアリバイを確認できる。そうすれば自然と私たちの容疑も晴れるよ。記憶を覗く？うわぁ、すごいよ。それって本当にマジックなの？魔法とかじゃなくて？いつもそうやって手品の種を明かしてしまうとは、面白みが減ってしまうよ、かわいいお客さん。ではメイさんはどうする？今回は特別に私の記憶を君に確認してもらおう。これは信頼の証だよ。よろしい。こんな魅力的な誘い断れるわけがない。って、断るって？そんなバカな。思いつく方法の中で一番手っ取り早いやり方なんだけど。それにこんな天才的なマジックアイテムを使えるんだよ。誘いに乗らないはずがないよね。まあまあ、そう言わずに。これを最初から出さずに君と一緒にあちこち回っていろいろ調査したのは、信頼関係を築くためなんだよ。こうしてここにいられる時点で、私のマジックアイテムが安全で信頼できることの証明になるでしょう。それは元の機能にちょっとサプライズを加えただけだよ。何せ驚きはマジックの真髄だもの。この道具は今みたいな生死を左右するような状況に陥った時のために作ったものだ。だから隠し味は入れてないよ。それだけは保証する。黒幕は今でもどこかで私たちを覗いてる。時間がないのにまさか本当に遠回りするつもりなの？メイの姉ちゃん、ビルビーの姉ちゃんの言う通りだよ。こんな肝心な時に悪ふざけなんかするような人間じゃないって信じてるから。もう、いっそのこと、私で試してみるのはどうかな。おや、パルドってば、君に疑われたこと、まだ気にしているみたいだね。気にしているとまではいかないけど、だってわけのわからない状況に置かれているんだもん。警戒心を持って当然だと思うよ。だけどそのままだとメイの姉ちゃんを助けてくれる人もいなくなっちゃう。もし私が身の潔白を証明できたら、メイの姉ちゃんと一緒に真相を探せるでしょ。さすがはパルド。でも、こう考えたことはある？もしかしたら、目の前にいるメイさんが本当の黒幕かもしれないってね。
どうやら君は全く想像していなかったみたいだね。もしそうだったら疑いを晴らせない上に、最悪の場合はそっと何の予兆もなく消されるよ。メイの姉ちゃんが犯人だなんて、そんなこと絶対にありえない。だって一番真相を知りたがってるもん。エリの姉ちゃんやケビンの旦那に何かをするはずないよ。そう、そんなことはありえない。メイの姉ちゃんは犯人じゃないよ。私が保証する。もちろん冗談だよ。じゃなければこんな大事なアイテムを彼女に渡そうとするはずがないでしょ。どう、メイさん、パルドと私の信頼を裏切るつもり？メイの姉ちゃん、よかった。ではどうぞ、親愛なる主役さん。緊張してきた？でももう遅いよ。ちゃん、ちょっと待って、足が速すぎるよ。帰ってくるのは久々だね。エリの姉ちゃんから新しいお客さんが来てるって聞いたけど、どんな人なんだろう。うわコインがいっぱい。これはいいかも。いや、要するに懐が温かいお客様ってことだね。どうしよう。ちゃん、ちょっと静かにして。今は真剣に考え事をしてるの。
ダメ。考えれば考えるほど頭が痛くなる。メイの姉ちゃんを連れて奥へ行くべきかな。お人よしの小づちでさえ止めてるのに、エリの姉ちゃんも心配してたし。このままだとニアの姉ちゃんはきっとメイの姉ちゃんと戦うことになっちゃう。まったくもう、みんなで座りながら話すことができればいいのに。わかってるよ。みんなちゃんと話せるような性格じゃないってこと。それぞれ複雑な事情がありそうだし。でも、どうしてこんな風に争い続けなきゃいけないの？死でさえ一緒に経験した仲間なのに。仲間だよね。慰めてくれなくても大丈夫だよ、カンちゃん。やっと見つけたい場所なんだから。仲間たちが揉め続ける姿を見てるだけってわけにはいかないよ。末席だとしても、私はエリの姉ちゃんに認められた十三英傑の一人。なんだか夢みたいだね。黄昏の街の孤児だった私が、みんなに英傑と呼ばれるなんて。ねえ、カンちゃん。もし、まだお父さんとお母さんがいたら、どんな風に考えるんだろう。誇らしいと思ってくれるかな？こういうことを考えるのはやめよう。今の私には、何ができるかな？まずは、ビルビーの姉ちゃんの意見を聞いてみよう。96、97。お宝がこんなに隠されてたなんて。明日もメイの姉ちゃんにどこかへ連れてってもらおうかな。機械の部品はビルビーの姉ちゃんに売って、アクセサリーはエリの姉ちゃんに、変な置物はうまくいって小づちに買ってもらおう。これで儲かる。最初は、ケビンの旦那にしよう。でも、受け入れてくれるかな？
このことはエリの姉ちゃんには内緒にしないと。うん、それとメイの姉ちゃんにも。さもないと、きっとひどい目に遭う。こちらも終わったみたいだね。かわいいお客さん。君は一体何を見たの？メイの姉ちゃん、見たよね。ケビンの旦那がいなくなったあの日、私は彼に会ってすらいないんだよ。メイの姉ちゃん、そんなに私を見つめないで。なんか緊張しちゃうよ。本当に何もしてないから。だって宝探しの時に結構いいもの見つけたんだもん。ちょっと興奮しちゃって。ということはつまり私の容疑は晴れたよね。メイの姉ちゃん言ったでしょ、私は無実だって。さて疑いも晴れたことだし、一緒に調査できるよね。おやおや、そんな記憶があったとは。パルドも思っていたほど正直じゃなかったんだね。メイの姉ちゃん、何を言っているの？隠し事なんかあるわけないでしょ？ハルド、こういう時は正直に言った方がいい。でないと疑いが晴れなくなるよ。ちょっとした商売こと、本当だってば。つまりその、頭の角、角を貸し出して触らせることができないか考えてたんだ。エリの姉ちゃんにバレたら派手に言い回るでしょ。そうしたらきっと怒られるから。だから、二人に内緒で。メイの姉ちゃん、ごめんなさい。もう二度としないから。メイさんの角がそんなに人気だったなんて。パルド、君は本当に天才だね。ビルビーの姉ちゃんの帽子、本当に怖いよ。ちょっと考えただけでこんなにはっきりとメイの姉ちゃんに知られるなんて。当然さ、私が作ったアイテムだもの。いつも予想の10倍ぐらい役立つんだよ。これで私の意識収集装置の効果を証明できたね。どう？メイさん、ピンチの時こそ
道具に秘められた英知が頼りになるんだよ。ここからはこの方法で英傑たちの記憶を探ってみんなの容疑を晴らしていこう。ただ誰もが協力してくれるとは限らないけどね。無能が。以前と同じだな。お前らでは俺を止められない。誰も救えない。そして自分の命すら守れない。それは否定しないよ、戦後。君と僕はそう違わない。だからここへ来たんだ。僕は信じているよ。君だってあんなことを。もう一度。もういい。俺を止めようとしていたなら何が起こるか分かっていたはずだ。お前たちにはもう随分と時間を無駄にさせられた。いいだろう。終焉とやらのためこの一撃を用意したことがある。ここにいたお前たちは見られなかったが、今その機会ができた。全力で受け止めてみせろ。ざれ言はその後に聞いてやる。戦後を相手にすると必ずこうなる。どうやらこの戦いは避けられないようだ。スー、大丈夫ですか？ああ、戦後の居場所を突き止めた。まだ近くにいる。すまない、記憶空間の特性のせいで元々の趣味消しの力を発揮できない。戦後を世界の泡に封じることができない以上、拘束して楽園のどこかに閉じ込め落ち着かせるしかない。だとしたらなぜ会いに行かないのですか？怒りが消え去っていない彼と対峙することになると衝突は避けられないからね。ほんの少しでも時間を置いて彼が落ち着くまで待ちたいんだ。今の状況で大切なのは彼が信頼に値する立場にいることだからね。とにかく英傑の中に範囲を抱えている者がいることは確かだ。あの場にいた者でも容易に信じてはいけない。でも決して戦後は裏切り者ではない。これは
容易に至ることができる共通認識だ。確かにそうですね。つまりあなたがそうしているのは彼を守るためなのですか？守るとまでは言えない。でも先ほどの彼の行いを誰かに利用されたら十分追放あるいは排除される理由になる。でも僕たちにとって信頼できる人間は極めて大切なんだ。君と僕がそう思っていても千号もそう考えてくれるとは限らないが、何せ僕たちの間には埋められない溝があるからね。なら私は？あなたは私を信じてくれているのですか？一緒に来てほしかった理由は理解しているものの、きちんと信頼できるような根拠があるとは思えません。はっきりとは言いたくない。でもフワ、確かに君には知る権利がある。過去の数々から得られる信頼以外で君を信用できる主な理由、それは君の副作用だ。つまり定期的に記憶を削除している習慣のことですか？その通りさ。フワ、君は時間に侵食される機会が少ない記憶体なんだ。だから範囲が生まれる条件が君にはない。同時にその欠損があるからこそ必要な時に楽園での自分の特性を利用して記憶体を抑える、あるいは抹消する必要がある場合、君は被害が一番少ない存在と言えるんだ。すまない。いえ、分かっています。素直に言ってくれてありがとうございます。では戦いの準備をしておきますか？ああ、僕もいろいろ自分でやってみるよ。千号を説得するとなるとそう簡単にはいかないからね。あ、敵が来たようだね。ここまで近づいているのに気づけなかったと。ふわ、どうやら先ほどの観測で感知の力が尽きかけているようだ。少し手が回らない。しかしなぜ敵がここに？僕は迂闊なことをしてしまったのかもしれない。先ほどもう一度確認したけれど、今でも千号は居場所を変えていないようだ。しかし千号が近くにいるのに敵はなぜか生きている。
言われてみれば確かに。千号があんな状態だったというのに、ここがこんなに穏やかだなんておかしいです。まさか。すぐに向かおう。もしかしたら守ろうとした行為が裏目に出て、彼を窮地へと追い込んでしまったのかもしれない。準備してくれ。この扉の向こうに千号がいる。無事でよかった。これ以上待たせていたら違っていたかもな。どうした？俺と会う度胸がなかったのか？必要がなかったからだ。何はどうあれ、こちらとしても君が無事でよかった。それと、これ以上衝突が広がっていないこともね。対局を念頭に置け、とでも言いたいんだろう。そのセリフを俺に向けるな。気分が悪くなる。その理由でどれだけの人間を殺してきたんだ。10万、100万、挙句の果てには俺が虐殺者だと。教えてやる。お前と手を組む気はない。そんなことは一度だけで十分だ。これからやることに立場なんざ重要ではないし、気にもしない。戦後、ケビンとエリシアを失った今、正面から戦える人間として君は欠けてはならない第一人者なんだ。ほう。それを知っているにもかかわらず、その女だけを連れてきたのか。本気で俺を説得できるとでも？弱々しいやつと窮地に陥ったやつ。知っているはずだ。僕にもまだ使っていない切り札がある。それに君が落ち着いている以上、そこまでする必要はない。君と同じように僕もサクラを疑いたくはない。だが必死に過去をたどっても、英傑の中では君と彼女のデータだけが異常を示した。それは確かなんだ。だから真相を知るためには君を頼るしかない。今でもサクラのデータは探知できないままだ。君はもうすでに異常を示さなくなっている。その理由を知りたいんだ。前後、君はサクラと会っている。そうでなくても同じ空間にいたことはあるんだね。他に何を知っている？あとは
フアに説明してもらおう。彼女が気づかせてくれたんだ。僕はその可能性を見落としていた。私も趣味消しの変化を見て思いついたんです。現実での空間に関する能力は楽園では少し違っているようです。さくらは空間を凍結させる技を使いこなせます。私たちはそれを知っていますし、見たこともあります。さくらのデータが消えたのではなく、異常であるならそれは彼女自身ではなく技を使った空間によるものでしょう。その通り。なぜその刀を振るっていたのか、そこが肝心なところだ。どうやら思っていたほどバカではなかったようだな。ただ以前と同様の上から目線だ。何事も自分の目を欺くことはできないと思っているんだな。お前が初めて察したわけじゃない。さくらがいなくなったあの夜、俺は毒妖専用の暗号を受け取った。どんな内容だったんですか？救援要請だった。いつものことだ。あいつの妹に対しても、あいつ自身に対しても、お前たちはいつも真っ先に助けを求めている人間を疑う。お前らは本当に高尚だな。その姿を見ていると獣でいた方がまだマシだ。つまりさくらも襲われたと。その後はどうなった？何が起こっていたんだ？君も異常を示していた間に。俺は発信源に向かった。だがそこにはこの仮面以外何も残っていなかった。これは毒妖の仮面。特殊な任務を遂行するときだけ忘れな草はこれをつける。そして任務が終わった時のみ、あいつは自らこれを外す。自らだ。わかるか？死んでいるのでなければ敵になっている。以前の判断と大体一致している。そのためにずっととどまっていたんだね。お前たちの判断を買っているわけじゃない。ただ完全に認めさせたかっただけだ。お前は楽園ではかなり特殊なんだろう。教えろ。これについている血痕は誰のものだ？わかった。ただその前に、戦後もし、つまり僕が彼女の無実を証明できなかったら、君はどうするつもりなんだ？どうやらさっきの態度が誤解を招いたようだな。お前に質問する権利などない。その時になればわかる。答えは？エリシアのだ。
バカは俺の方か。気持ちはわかる、戦後。しかしもういい。お前らのやり方でさくらの無実を証明しようとするほど俺も間抜けだったとは。そうとなるとお前の話はこれで終わりだ。なら俺がやりかけていたことを続けても構わないだろう。スー、戦後僕たちが戦う必要はないはずだ。たわけた真似は一回だけで十分だ、盲人。死人だけが絶対に潔白というのなら。来い、まずはお前たちからその無実とやらを証明してみせろ。すまない、フア。どうやらこの戦いは避けられないみたいだ。僕は彼の精神に接続して動きを制限してみる。その前にもし力を使い切ってしまったら教えてくれ。その時は代償が何であろうと全てを終わらせる。あるのか。お前らごときが共に来てほしいだと。本当に助けたかった人間でさえ救えなかったというのに、未だに全てに手を差し伸べたいだと。その価値はあるのか。どうぞ。目障りだ。遺言を残すといい。ふわ、お前の隊長が死んだあの日のようにな。お前は今日も同じ結末を迎える。炎が全てを燃やし尽くす。そしてお前は無力にも、ただそれを見つめることしかできない。ことは成功しましたか。ああ、ただ長くは持たないだろう。ふわ、これは最後のチャンスかもしれない。これだから精神感知型は気分が悪くなる。普段お前は何でもできるように振る舞っているが、それならなぜ自分の死を救えなかったんだ。答えろ。そうだ、俺を見ろ。俺を恐れるんだ。もういい、ここは現実ではない。お前らもアポニアではない。無能が以前と同じだな。お前らでは俺を止められない。誰も救えない。そしてそれは否定しないよ、戦後。君と僕はそう違わない。だからここへ来たんだ。僕はもういい。俺を止めようとしていたなら何が起こるか分かっていたはずだ。お前たちにはもう随分と時間を無駄にさせられた。
いいだろう。終焉とやらのためこの一撃を用意したことがある。全力で受け止めてみせろ。ザレ事はその後に聞いてやる。戦後の力がまだ上昇している。この一撃、僕たちが防げるようなものでは決してない。だとすると、ふわ、ここからは僕に任せて。もうこれ以上は戦後の攻撃を真正面から受け止められる状態ではありません。大丈夫。もともとこれは僕からの提案なんだ。戦後の意思を変えることができなかった以上、せめて。僕のせいで君が死ぬ姿を見たくない。これは、引き裂いたのは地面ではなく、古の楽園の空間そのものだったのか。戦後、君は。これで最後だ。お前たちではもう俺を止められない。戦後、ふわ、もう追う必要はない。認めたくはないけれど、僕たちは戦後にはめられたね。初めから死闘を繰り広げる気はなかったようだ。僕の海岸を利用して古の楽園に割れ目を作るつもりだったんだね。さっきの一撃こそが最後の藁になった。彼はこれからこのひびをたどって楽園の空間を壊していくつもりだ。
目的は全員を殺すことじゃない、その逆なんだ。英傑以外の全てを破壊したいんだろう。それは果たして千号がこなせる策なのですか。君の問いはもっともだ。千号は計画を立てないタイプだからね。その証拠に極めて単純な方法で僕たちを騙そうとした。怒ったふりをする、アポニアがよく使っていた手段だね。突然戦いを仕掛けてきたのも、わざと怒らせようとした言葉も、今考えてみるとどれも不自然すぎる。だが相手が戦後だったから僕たちは見抜けなかった。なら次はどうしますか。手がかりを失い、その上仲間の一人にタイムリミットを決められてしまいました。何もせずにただ見ているだけでは、戦後は本当に古の楽園を壊してしまいます。まだ手はある。リスクはあるけど通用すると思う。もし彼がまだ僕たちの知る戦後であるなら、楽園を壊す時には必ず注意を払うはずだ。裏切り者の目的が何であろうと、この世界が壊れていく様を目にしてしまえば、ボロを出さなくても元の計画に支障が出ると考えるだろう。それに彼のおかげで気づいたよ。楽園そのものについての話となると、千号と同じくその推し量れなさから、逆に信頼できる英傑がもう一人いる。すぐに出発しよう、フア。メビウスと話してみるべきだ。お前は誰だ。戦後。笑わせるな。ほう、それはこっちのセリフだ。お前こそ誰なんだ。まさか俺より自分のことを知っているとでも思っているのか。いいだろう。お前の意識が消え去る前に、ここがどこなのかしっかり見せてやる。エリシアか。なるとでも本当にそう思ってるのか。俺の記憶違いでなければ、ここはお前にとっても見知らぬ場所だろう。
お前も大半の人間たちと同じだな。死が訪れるその日まで自分の心を見極めることはできない。いっそのことお前への鼻向けにでもしてやろう。なるべく悔いなく死ねるようにな。ほう、これはお前が長編手術を受ける前に壊した第十の神の鍵か。どうやらエイマーの死は特別みたいだな。戦後の心境にとってここは絶対的な神部だったが、彼に関する記憶は保たれたままだった。お前は一体何がしたいんだ。言ったはずだろう、選別として自分を見つめ直せるようにお前に協力してやってるんだ。多くの人間たちは死ぬ直前になっても自分が誰なのか何が欲しいのかを理解できない。お前は奴らのようになる必要もないし、なりたくもないだろう。エイマーはあんな風に死ぬべきじゃなかった。ほら見ろ、俺が出した結論はそういう人類の虚妄の上に成立している。今になってもなおお前は自分の心を騙そうとしているだろう。あの副官は大獣律者として選ばれた。しかも最も脅威のある個体だ。必ず死ぬと分かっていたくせに。お前は言葉が通じないのか、それとも耳が腐ってるのか。彼の死は理解していた。だが、何の意味もなく死ぬべきじゃなかったと言っているんだ。俺はこの手で彼の結末に意味を与えた。だがお前は、彼の名を口にする資格すらない。いいだろう、俺はお前だ。お前を説得する力などないからな。だが一つ気になることがある。長編因子を手にしたお前がエイマーのコアで作られた神の鍵に触れた時、一体どんな変化があったんだ。おかしなことに、俺にはその記憶がない。お前にその資格があるとでも。彼が何になったのかは重要ではない。彼が何を成し遂げたのかが重要だ。そうだろ。どうだ？一人の思考は、やはりその記憶と密接な関わりがある。そうだろう。だが、おう、ああ、あの時本当に助けたかった人間でさえ救えなかっただなんて、よくもそんな皮肉が言えたものだ。戦後、戦後
お前の怒りがどこから来たのか、お前も奴らと何の違いもないじゃないか。まあいい、続けるぞ。ほう、あの療養所での出来事か。どうした、思い出したくないのか。聞くまでもないだろう。今の状況はかなり特殊だ。俺たちは戦後であり、傍観者でもある。だが、俺の考えは必ずしもお前と同じとは限らない。例えば、象徴としてここに残されたこの武器。強化のせいで記憶がおかしくなっていなければ、さくらは任務のためにお前の二つ目の家を壊した。そうだろう。無論、それは一つのきっかけに過ぎない。だが、火を追うががお前を発見した過程があんな残酷なものじゃなかったら、お前は一般人として死ねたはずだろう。もういい。お前に桜を評価する資格はない。桜？あいつに関しては、確かに理解できないところがある。あいつを憎むには十分すぎる理由があるが、お前はそうしなかった。しかもお前は、楽園の空間を壊した。あいつのためにそこまでしたのは、なぜだ？何かをしたい時に、理由がいるのか？お前に何のメリットがなくても。答えたくなければそれでいい。そうだ。お前の怒りは実に変わってる。これらの記憶から見ると、そもそもお前は誰かを憎んだことは一度もなかった。ほう。やっとわかったぞ、戦後。道理でお前は桜に対して何のわだかまりもなかったのか。療養所が片付けられた日、またはその後、無力さを感じるたびにお前が憎んだのは、お前自身だけなんだな。だからお前の怒りは消えない。お前が死なない限りな。そうだろう。気が済んだか。自分自身に興味がないみたいだな。それもそうか。悲しみの中にいる者の方がより人類らしい。しかし、もっと面白いことを見つけたぞ。療養所で運び屋として過ごしていた自分をお前は不満に思っていないようだな。あの頃のお前は殺しを楽しんでいなかった。
おかしいだろう。奴らは見えなかったようだが、子供たちに褒められた時に微笑みさえしたとは。それはつまり、もし選べるのなら、完全に獣になったお前でさえ普通の人間になりたいと思うのか？黙れ。違うのか？なら、わかった。お前は普通の人間になりたくないのに、最後まで自分を憎んでいた。大した偽装だな、戦後。面白い。面白いぞ。道理で奴らは全員、お前を仲間だと思ってたわけだ。誰もが恐れ、最も多くの敵を殲滅してきた獣は、殺しを楽しんでなどいない。力を求めるのは、何かがあった時にいつも弱く、無力さを感じるからだ。普通の人間の生活。だから、黙れと言ってる！ああ、落ち着け。死ぬ者と言い争う必要などない。どうやら、俺たちの散歩はまだ終わっていないようだな。じゃあ、行くか。この先が最後の場所のはずだ。体にとっても、心にとってもな。かなり遠い昔の記憶だが、相変わらずクリアなままで、わかりにくいな。お前は、本当に空から落ちてきたのか？あのアポニアに記憶を改ざんされたんじゃないだろうな。あいつにそんな度胸はない。そう信じてやる。ならお前はあの無知で崩壊に脅かされたあの村に落ちたのか？それがどうした？いや、空から落ちてきて何の怪我もないお前を奴らは怪物ではなく神として見ていたのか？お前が、奴らが初めて目にした、崩壊獣に勝てた人間だったからか。他に何の理由がある？あの時代の崩壊など、普通の人間にとって、まだ常識の範疇内だったはずだろう。しかしまあ、それもそうか。そもそもお前は人類じゃないからな。というより、未だに唯一無二だ。それはそうと、奴らは自分たちの神様に対して、あまり友好的じゃなかったみたいだな。それが習わしでも、本能でも。お前は奴らに気づかれるべきじゃなかった。盲目的に崇められた衣類は、所詮衣類に過ぎないからな。いい結末などない。だったら何だと言うんだ？簡単に言うじゃないか。あの痛み。記憶によれば、あまりにも深刻そうに見えるぞ。お前はコズマに嘘をついた。そうだろう。お前が戦場で痛みに耐えられたのは、根本にこの経験があったからだ。当時のお前は、この柱に縛られていたんだな。お前には関係ない。当然だ。ただ、奴らのやり方が少し、馬鹿げてると思った。それだけだ。いくらお前が強かったとはいえ、その血が、崩壊に対抗する薬として使えると思うだなんてな。こ
ごちゃごちゃとうるさい。お前のために惜しんでやってるん。その力を持つお前を普通の人間が捕らえられるはずがない。お前はいつでも鎖を壊しその場を去ることができた。だが崩壊が再び降臨し、そこが生存者のいない七になるまで聞くのはいいが、その後お前には死んでもらう。もう一度教える必要があるみたいだな。お前にそれはできない。死ぬのは俺じゃない、お前だからな。だが確かにこれ以上聞く必要はない。道理でお前は療養所の事件が起きた時に一人の融合戦士と戦うことを選んだんだな。そして火を追うがのやり方を認めなくてもあそこから離れなかった。戦後この世界において二人の狩猟に次ぐ男。もういい。その男が本当に追い求めるものはもういいと言っているだろう。帰る場所、家に過ぎない。正解か。もういいと言ってる。なんだ、この鼻向けは気に入らなかったのか。めったにない機会だろう。ああ、いいだろう。もう時間がないし、これ以上猫をかぶる必要もないからな。確かにお前は強者だ。そう認めよう。だが、ここまでだ。心の扉を開けてくれたことに感謝する。それと、自ら次の犠牲者になってくれたことにもな。お別れだ。火を追う英傑、第六位。お前だ！やっぱりお前だったのか。死ぬ前の悪あがきなど何の意味もない。何の役に立つ。お前はどうすることもできない。それが事実だ。確かに俺はそうだが、時間を稼いでるのはお前だけだって本気でそう思ってるのか。仲間に希望を託すだと。それがあの戦後がすることか。お前は二つ目の鼻向けを渡しているだけだ。ああ、お前の墓に備える花だ。奴らのやり方がわからないわけじゃない。したくなかっただけだ。わかったか？
前が見たかった。戦後らしいことは今から始めてやる。お前に礼を言う。おかげであの女の言葉を理解できた。二つ目の人生の可能性、そうだろう。猫をかぶる。そうだな、俺ももう飽き飽きだ。来い。お前は俺の心境が見たかったんだろう。だったら始めよう。最も俺たちに向いてるやり方で全てを燃やせ。死ぬまで。